韓国が自画自賛している自国製戦闘機といえば KF-21、通称ポラメと呼ばれる戦闘機だよね。なんと、この戦闘機をインドネシアが購入しようとしているとのニュースがあるんだ。それって大丈夫なの？だってあの韓国製だよ。心配するのも無理はないな。そもそもこのポラメ戦闘機、インドネシアとの共同開発プロジェクトとして始動したものだが、あまり情報が出てこなかったのでどうなっているのか気になっていたところだぜ。ここに来てついに、ポラメ戦闘機がデビューすることになったようで、多くの軍事アナリストが注目しているのみたい。どれだけの笑い話を作り出してくれるのか、注目しているのかも。そうかもしれないね。さて今回は、このポラメ戦闘機について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。このポラメ戦闘機、韓国航空機メーカーの KAI 韓国航空宇宙産業が開発を進めていたもので、2021年4月には慶尚南道にある四川工場において、KF-21 の出庫式を行ったんだ。出庫式とは何かと思うだろうから説明すると、要するに倉庫から出してその姿をお披露目したというのが事実で、試験飛行をしてみせたわけではないから、実はハリボテだったんじゃないか？なんて揶揄する見方をする軍事アナリストもいるぐらいなんだ。実は KF-21 戦闘機、韓国初の国産戦闘機であり、開発コード KFX と呼ばれていた機体のことだよ。韓国政府は21世紀の先端航空宇宙分野での躍進、21世紀における韓国空軍の飛躍、21世紀の朝鮮半島を守護する国産戦闘機といった意味を込め、正式名称を KF-21 と命名したみたい。なんとも仰々しいビジレイクばかりを並べ立てているが、自国の防衛すらアメリカに依存している状態の韓国が、ここに来て自主自尊するとでも言うのならば、KF-21 はそのフラッグシップ機として崇められても問題はないだろうぜ。そして韓国空軍は、KF-21 に若い大鷹を意味するポラメという愛称をつけたんだって、自国がまだ若い存在であり、これから飛躍するという意味であればなんとも猛々しいんだろうけど、それとは相反するような行動を繰り返している韓国なので、名前負けしなければいいなと思うよね。とは言っても、自国で戦闘機を開発するだけの技術を持っていることは正しく評価してあげたいと思うよ。ただし、アメリカなどからの技術の盗用がなされていなければ、という話だけどね。ちなみにポラメ戦闘機、出庫式の後からも開発が続けられており、2022年中に初飛行が予定されているとのことだったが、気になるのはポラメ戦闘機のスペックだよな。現在の世界各国の最新鋭機が第5世代と呼ばれていることを考慮すると、ポラメ戦闘機のスペックは、甘く見積もっても第 4.5 世代を言うべきポテンシャルに落ち着くというのが、多くの軍事アナリストの見方になっているぜ。韓国軍の発表によると、ポラメ戦闘機の最高速度は超音速を発揮することができるとし、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発して搭載する予定とのことだよ。最終的には、国産化率を 65% 以上に高めたいとしており、現在は外国産の部品を搭載している部分であっても、継続して国産部品を追加装備することで改良させ、自国製戦闘機としてさせる計画としており、脱アメリカを目指していると受け取られてもいい発言を繰り返しているんだ。実は韓国、自国製戦闘機の開発はこれが初めてではなく、練習機の部門から自国製戦闘機の開発に着手しており、実際に開発された国産 T50 練習機の国産化率は 59% に達しているなど、あながち技術を持っていないわけではないというのが実情みたい。とは言いつつも、最新のエーサレーダーや統合電子システムなどを国産開発することができるのかといえば、その能力には疑問符がついちゃうんだ。実際、アメリカに技術供与を求めたようなんだけど、アメリカは過去に韓国にしてやられたことがあり、そっけなく断られてしまったんだって。というのも、韓国空軍が現在主力として使用している戦闘機 F-15K の製造において、韓国はアメリカの技術を無断で盗み見ようとした前科があるからな。そもそも F-15K は、主要部を除くパーツをアメリカより持ち込み、韓国企業が現地で組み立てる方式であり、国産機と言いつつもその大半はアメリカで製造され、アメリカによって秘密の部分ブラックボックスが多数盛り込まれている機体となっているぜ。それを知っていて韓国は、ブラックボックスの指定されている暗視装置を分解し、その技術を自国のものにしようとしたみたい。面白いのは、韓国の関係者はアメリカがブラックボックスに仕掛けてある細工も知らなかったことだね。当然、ブラックボックスに触れたことはアメリカにも伝わるんだけど、この時の言い訳がよくわからなかったと子供じみたものだったらしいよ。国際社会でそんな言い訳通用するわけないじゃん。子供のいたずらじゃないんだから、そんな子供のような国に、
自国の最新技術を供与するわけにはいかない。アメリカがそう言ったか言わないかはわからないけど、前科がある以上アメリカは韓国に何も与えないだろうね。ちなみに、韓国が不正流用した技術はたくさんあって、アメリカからは対艦ミサイルや多連装ロケットシステムなど、重要でかつかなりの技術を盗んでおり、最低でも20種類前後に上る模様だよ。この、同盟国としてあるまじき裏切り行為は数多く、アメリカは韓国に技術供与することをすでに放棄しているとも言われており、すでに同盟国とみなしていないのではないかとも言われているんだ。そんな韓国が作ったポラメ戦闘機は、アメリカから盗んだ技術がたくさん搭載されている、とも言える機体で、これから先のバージョンアップは、アメリカから技術を盗めない以上、このままロースペックでとどまってしまうことは先が見えているんだよね。それを知ってか知らずか、ポラメ戦闘機の出庫式典には、韓国政府及び軍高官だけでなく、共同開発国であるインドネシアから国防長官をはじめとする同国政府代表団、両国の防衛産業関係者や各界要人が参加し、大々的に行われていたみたい。ポラメ試作機は様々なテストなどを経て2022年初頭に初飛行を予定しており、以後2026年まで様々な評価試験を実施した後、開発を完了させると言われているけど、それまでにアメリカ様の良い技術を与えてもらえる盗むことができると良いね、と嫌味を言いたくなるのも無理はないよ。でも、韓国からインドネシアがすんなりとポラメ戦闘機を購入するかといえば、そのことについても疑問符が残る現実があるんだ。というのも、インドネシアと韓国との間には、潜水艦をめぐるトラブルが存在しており、それが明確に解決されていない実情があるから、韓国は、自国製潜水艦をインドネシアに輸出したんだけど、実は自国製と言いつつも、ドイツ製の潜水艦をライセンス生産して販売するだけの下請けレベルの話だったんだ。もちろん、ドイツだってブラックボックスをちゃんと確保しており、燃料電池式の非待機依存推進装置を実装しているものの、この部分はブラックボックスとして韓国には一切情報を漏らしていないみたい。でも、韓国はこの非待機依存推進装置の部分も込みでインドネシアに商談を持ちかけ、インドネシアもそれならと購入に踏み切ったんだ。では実際にどうなったかといえば、ドイツは当然その部分はダメだとライセンス生産を拒否、インドネシアもそれじゃあ先行日数のスペックを満たしていないと契約そのものの破棄を匂わせるありさま。この問題は2022年になっても解決していないよ。それでも、ポラメ戦闘機の件についてインドネシア側が態度を軟化させた背景には、韓国からではなく、他国から高性能な潜水艦を調達できる可能性が生まれたからではとも言われているんだよね。潜水艦の件では、もう韓国を相手にしないけど、その代わりに本家本元のドイツと直接取引をする、被害者同士の国としてうまく話がまとまったのでは、とも言われているんだ。こんなことになるなら、ドイツは最初からインドネシアに潜水艦を売り込めばよかったのに、と思う人もいるんだろうけど、そこは狡猾なドイツの国民性、経済的に仲の良い中国を刺激したくなかったってわけ。インドネシアと中国は経済的にも紛争を抱えているし、南シナ海における中国の強引な領土確保にインドネシアは真っ向から反発しているだけあって、ドイツとしては中国の機嫌を損ねたくない事情があったみたい。そこで、ライセンス生産を許している韓国から潜水艦を売る。そうすると自分たちにも利益があるし、中国様のご機嫌を損ねることもないってところかな。こういうところは日本にも見習ってほしいとは思うが、どうなんだろうな、実際。インドネシアだって、韓国に対してはかなりしたたかみたいだよ。ポラメ戦闘機の開発費用の分担について、韓国と当然揉めることになったんだけど、2021年11月になってようやく合意に達したんだ。ポラメ戦闘機の開発に要する費用の2割、約1600万円相当。これは当初の計画通りだったんだけど、インドネシアは支払いに応じることになったってわけ。ただし、この金額のうち3割相当は天然ゴムなどの資源で現物納付することを韓国に認めさせたそうだし、韓国としては外国に同士の取引は基本ドル建て獲得の機会をやや失った形になったんだけど、計画そのものをキャンセルされるよりは良いと妥協したんだろうね。あらゆる面で中途半端さが目立つポラメ戦闘機だけど、順調に開発が進めばローコストで購入できる近代的な戦闘機であることから、発展途上国が購入するかもしれないね。アメリカから直接武器を売ってもらえない国とか、第三国を経由して購入したいという国、様々な事情を抱えている国が、カタログ通りの性能を信じて購入に手を挙げるかもしれないよ。だけど、
韓国の製品にスペック通りのものが果たしてどれくらいあったんだろ？その点は、世界中に広めておきたいと思うんだけどな。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国がドイツの潜水艦技術を入手し、自国で建造した潜水艦を近頃収益させることになり、韓国国民の意識が高まっているみたいだね。我が国は独自の技術を持っている、と褒めたたえているが、それはあくまで表向きの話だぜ。あの国は自尊心と承認欲求の塊だもんね。尊敬すら覚えるほどだよ。それも盗んだ技術ともなれば、呆れて物も言えないな。そうだね。今回は、ドイツの潜水艦や戦闘機事情を詳しく見ていこうと思うんだけど、韓国に技術を盗まれてしまうぐらいの手たらくとは、技術大国のドイツとは思えない話だよね。そんなドイツの事情、皆さんと詳しく見ていこうと思うよ。それじゃあ行ってみよう。かつては U ボートで名を馳せたドイツ海軍の潜水艦だけど、第二次大戦後も当時の技術を継承し、潜水艦輸出国として君臨していたよね。だけど、近年はその勢いはすっかり影が薄くなってしまったよ。潜水艦のみならず、その他の軍備にしてもドイツ軍の迷走ぶりは何とも言い難いところなんだよね。例えば、老朽化した戦闘機ユーロファイターの初期型であるトランチ1、マルチロール戦闘攻撃機トーネード IDS、この2機種の後継機について、本来であれば独自開発を行うはずのドイツ空軍が、なぜだかアメリカ製の第5世代戦闘機 F-35A ライトニング2を候補に挙げ、方針の迷走が顕著だったよな。もともとドイツは、フランス、スペインと共に第6世代次期戦闘機 FCAS の開発を進めているんだけど、運用開始までに相当の時間がかかることから、それまでのつなぎとしての後継機種を探していたわけで、それがなぜかアメリカ製という不可解な判断に至っているようなんだ。結局この話、NATO 加盟国の取り決めで攻撃機は核搭載能力を保有していることと決まっていることから、F-35A にはその能力がないために断念せざるを得なかったんだよね。その後、トーネードの後継機種にはアメリカ製の 4.5 世代戦闘機で、核搭載能力を持つ FA-18 スーパーホーネットを45機調達することに決定し、結局アメリカ製か、と国内外から突っ込みを受けることになってしまったんだ。ちなみに、ユーロファイタートランシェ1の後継機種はアップグレードされたトランシェ4を38機調達することとなり、ダンザ型30機、スクザ型8機の契約を2020年11月にユーロファイター社と交わし、次世代戦闘機導入問題はこれで当面の解決を得たぜ。そして、この戦闘機問題が起こっていた時に、同時に巻き起こっていたのが潜水艦にまつわる問題だな。その問題って、ドイツ海軍が誇る通常動力潜水艦212型と輸出用の214型のトラブルが相次いでいたんだ。ドイツの214型潜水艦は、輸出用として設計された通常動力潜水艦で、水中排水量2000トン全長65メートル最大幅 6.3 メートルのスケールを誇るものとなっているよ。推進機関は、ディーゼルエンジンと燃料電池方式の非対機依存推進システム AIP ハイブリッドで水上12ノット、水中20ノットの速度を発揮する、現代の潜水艦に求められる性能を十分に有しているタイプだね。2000年にギリシャ海軍に対して4隻を納入する契約を結び、その一番艦はキールのホバルツベルケにあるドイツ造船 HDW で建造、3隻はギリシャのアテネにあるヘレニック造船所が建造することになっていたんだ。だけど、一番艦を受け取ったギリシャから水漏れ等のトラブルが相次いだことを理由に、納入を拒否される事態に陥ったんだよね。この問題は後を引き、2008年に一番艦パパニコルスをドイツ自身で調査した結果性能に問題はないと結論が出たことで、2番艦以降はギリシャによるライセンス生産が再開され、当初の予定よりも10年遅れで4隻すべてギリシャ海軍に引き渡される事態になったんだ。ドイツと同様の契約を交わしていた韓国では、9隻の潜水艦を契約していたんだけど、1番艦ソンゴニルは浸水後にスクリューからのノイズがひどく、潜水艦に必要な静寂性がほぼないありさまで、これでは実戦に使えないと激怒したよ。結局、スクリュー軸を交換するなど対応を施したんだけど、2011年には艦橋部分と甲板をつなぐボルトに欠陥が見つかり、完成収益していた3番艦までの運用が停止される事態となってしまったんだ。この件も、ドイツ HDW から技術者が派遣されて改善講義を実施し、とりあえず解決させたんだが、
その後もトラブルは続いたぜ。すでに就航済みの潜水艦全艦で燃料電池が停止するトラブルが発生したほか、潜航中に発生する水中騒音が韓国海軍の要求を上回っていたりと、とにかくトラブルが絶えないんだ。挙句の果てには、3番艦安住根のスクリューに亀裂の発生が発覚するなど、前代未聞のトラブルばかりが頻発したんだよね。ただし、2番艦以降はあくまで韓国によるライセンス生産だから、そのトラブルのすべてをドイツのせいにするのは少々早計だよね。214型の設計上の問題というよりは、お客の品質管理が間違っていただけのことなのに、結果的に214型の評価が下がってしまったことは気の毒というほかないよね。韓国に関わるとろくなことにならないよね。実際、トラブルに見舞われたギリシャは、その後1番艦の問題が解決した後はトラブルに襲われることはなく、他に214型を導入したポルトガル、トルコでは特に大きな問題は発生していないことからも、ドイツ製潜水艦の品質そのものを疑問視する必要はないと思うよ。実際、ドイツ海軍の潜水艦には光り輝く技術も数多くあり、例えば近年ドイツ海軍が採用している 212A型潜水艦は214型をベースにして開発された、代表的な潜水艦となっているよ。212A型潜水艦は、海上自衛隊の操縦型太平型と同じ X 舵が採用されていたり、PEM 燃料電池の採用により長い潜航時間を持つ通常動力型潜水艦として、十分な性能を有していると言えるんだ。212A型潜水艦は、ドイツ海軍が6隻を運用しているほか、イタリア海軍が4隻、2017年に戦略的パートナーシップを締結したノルウェーとは、求めに応じて 212CD 型を新規開発し4隻を運用するまでに至っているよ。実は、ノルウェーとの契約については、ドイツが2隻分を建造することになっていたが、ノルウェー国内で開発費負担に伴う妥当性を問う政治的な動きが生まれ、プロジェクト自体が4年間凍結されていたこともあったぜ。あらせて、2017年当時にドイツ海軍が運用していた 212A型では故障が相次いでいたことがあり、ノルウェーの心情をより魚でする結果にもなっていたな。旧型の U35 潜水艦が頑張っていたドイツだけど、この U35 潜水艦が故障により稼働不能になったことも重なり、2017年の一時期、ドイツ海軍には稼働している潜水艦が1隻もない状態が続いたことがあったんだ。さらに、2019年5月には U36 がノルウェーのハーコンスバーン海軍基地を出港した直後に艦底が海底に座礁して損傷し、保有する 212A型6隻のうち稼働可能な艦が22隻になってしまうありさまで、ドイツ海軍の潜水艦をめぐる運用の迷走ぶりや、自国の水域における事故の頻発により、ドイツそのものの潜水艦操艦技術の低迷を危惧する声が上がったんだよね。その後、212CD型についてはノルウェーとの契約において進展が見られ、212CD型潜水艦6隻の建造費50億ユーロに、ノルウェーが払うことになっていたドイツのキッセンクルップ社への開発費を加えて新たな金銭負担の枠組みを構築したよ。建造する潜水艦6隻分をドイツとノルウェーが共同購入することで、事実上開発費を折半した形の契約を結び直し、ノルウェー向けの潜水艦が2023年から建造を開始することになったってわけ。引き渡しは、2029年に1番艦がノルウェー海軍に2029年、その後ドイツ海軍へも2032年に引き渡される計画となっているよ。それにしても、かつて大西洋の海を暴れ回った U ボートを誇るドイツが、ここまで潜水艦でトラブルを起こすとは、誰が思っていただろうね。猿も木から落ちるって感じかな。過去の栄光っていうほど落ちぶれてもないと思うし、かつての第一次世界大戦、第二次世界大戦で多大な犠牲を払いながら、アメリカやイギリスを恐怖に追い込んだ U ボートだったけど、その後継者である現在のドイツ海軍にはその栄光を忘れてしまったって声も実際に上がってるんだよね。第二次世界大戦において、枢軸国として同盟国であった日本の海上自衛隊は、あれから努力を重ねて世界に誇る高性能潜水艦を保有することに成功し、潜水艦運用や潜水艦船における高い技量を持っていることを思えば、このギャップがなんだか残念でならないんだろうね。ドイツは、島国の日本と違い、NATO 加盟国においての海軍に力を置かず、空軍と陸軍を充実させている国ではあるものの、それにしても潜水艦を輸出している国にしては、自国の潜水艦の稼働率が低いのは、いかがなものかと思うな。それに、今まで数多くの国がドイツの潜水艦技術を頼り、
多くの国と契約を結んできたわけで、技術を盗んだ韓国は曲がりなりにも自国の力でドイツの潜水艦を建造できるまでになったわけですから、ドイツの手いただくら見るに見かねるかもな。今後、潜水艦をはじめとする様々な軍事技術を輸出しようとしているなら、潜水艦のトラブルの数々は、ドイツの評判を落とすだけかもね。ましてや日本も防衛装備移転三原則を策定し、高性能潜水艦の輸出に本腰を入れ始めているから、特に、2010年代には小型潜水艦と同型艦の輸出を試み、オーストラリアに対してプレゼンを繰り返していたけど、最大のライバルであったフランスが、建造場所などで柔軟な姿勢を見せたことで先を越されてしまったよ。最新の技術を持っている日本が、売り込み方を心得てきたとき、ドイツの牙城はあっけなく崩れる、そんな気がするね。そもそも、ドイツが今後も潜水艦輸出国として君臨し続けることができるのかは、はっきり言って微妙なところではあるな。ドイツ海軍の現状を見る限りでは、新興国に追い越されるのも時間の問題かもしれないけど、どうにか挽回してほしいね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。韓国の強襲揚陸艦とされる輸送艦ドクトに続く2番艦マラドが就役したみたいだね。韓国の潜水艦か、新潜水艦の就役って大体ワクワクするんだけど、韓国が作ったものはな、何かしら問題点があるし、そういう意味でトラブルに見舞われる運命だよな。もうトラブルが起きてもそれが当たり前になりつつあるもんね。今回はそんな韓国の強襲揚陸艦について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2021年6月28日に韓国の慶尚南道の近海軍港にて、ドクト級大型輸送艦の2番艦としてマラドの甲板上において就役記念式典が行われたよ。マラドは1番艦ドクトから14年経って就役した2番艦なんだけど、ドクトが基準排水量14,300トン、満載排水量18,800トン、全長185メートル、全幅32メートルであるのに対して、マラドは基準排水量14,500トン、満載排水量19,000トン、全長 199.4 メートル、全幅 31.4 メートルと一回り大きいものとなっているよ。逆に乗組員数はドクトが約450名であるのに、マラドは約330名となっており、この14年間における省人力化が進んだ結果と見られているね。速力は両艦とも約22ノットと海上自衛隊の出雲型の30ノットと比べて低速で、大隅型輸送艦とほぼ同じとなっているよ。また、ドクトマラド両艦はどちらも完備にウェルドックがあって、LSF2 型やクッション型揚陸艇ホバークラフト2隻を収容できるようになっているんだ。この LSF2 型やクッション型揚陸艇はアメリカ海軍の LCAC-19 やクッション型揚陸艇と同等の能力があるとされていて、満載排水量155トン、全長 27.9 メートル、全幅 14.6 メートルで、戦車や自走砲なども搭載して上陸作戦に用いられるホバークラフトだね。なお、韓国海軍ではこのドクトとマラドの関係を強襲揚陸艦としているが、アメリカ海軍協会 USMI での分類ではヘリコプター揚陸艦 LPH とされているほか、米英海軍年間ではロック型輸送揚陸艦 LPD とされており、大隅型輸送艦を同じとされているぜ。マラドの全通飛行甲板には出雲型護衛艦と同じヘリ発着用スポットが5カ所設けられていて、同時に5機のヘリコプター発着が可能であり、垂直短距離離着陸機の運用が可能となるように、耐熱対策が施されているとされているけど、どうやらこれは垂直離着陸機 V-22 オスプレイの発着艦が可能になる程度の耐熱処理のようで、F-35B の発着艦に耐えることができるのかは不明なんだ。また、ヘリコプターの格納スペースについては、現状では、CH-60 などの汎用ヘリコプターが2から3機置ける程度のスペースしか確保されておらず、後方の車両甲板を格納庫に転用して10機分のスペースであるため、実際に F-35B を搭載することになるとすれば、かなり大幅な艦内改修が必要となるだろうと言われているよ。なお、両艦に搭載されるヘリコプターはこの先、現在韓国海兵隊に配備されている国産の MUH-1 に変更される予定で、2023年に完了予定とされているな。ドクトとマラド違いってどんなところなの？ドクトとマラド違いについては、艦隊の大きさだけでなく、護艦防御において大きな違いが生じていて、ドクトでは近接防御火器システムシウスがオランダ製のゴールキーパー2機であったのが、マラドではアメリカ製のファランクス2機に変更されているよ。
ちなみにロクトに配置されたボールキーパーは超えるもののが、飛行甲板上の2軍のヘリコプターが車外に入ると迎撃してしまう欠陥が問題となった笑い話があるぜ。また、建設防空ミサイルのロクトでは、アメリカとドイツの共同開発によるラム RIM116 が搭載されていたが、マラドレは国産のミサイル垂直発射システム KVLS を採用して、2019年から量産が始まった国産の艦対空ミサイル階級を搭載することになっているらしいな。この韓国が開発した艦対空ミサイル階級は、その開発段階から物議を醸していて、性能評価試験で韓国海軍が命中率 90% と公表したんだけど、その試験設定がおおよそ敵の対艦ミサイル撃墜を想定したレベルに届いていないことが後に判明したんだよね。現代の対艦ミサイルはレーダーで捕捉されることを避けるため、海面スレスレの5から15メートルというシースキミングと呼ばれる超低空飛行で接近してくるんだけど、この試験では模擬目標を30メートル以上の高度で、しかも速度を通常のミサイルの速度約マッハ 0.9 の半分だったというんだ。高度は高いし速度は遅いし、まともなデータを取るための試験にはならないよね。この試験はすべてコンピューターシミュレーションによるもので、超低空を飛翔してきた模擬目標には一発も命中しなかったため、30メートル以上の命中率を発表したとのご都合主義だったんだ。言うなれば、まともな試験では命中率 0% っていう驚異の数字を叩き出したんだな。しかもこの試験結果について韓国国会で大問題とされながらも、韓国海軍はこの高い高度で飛ぶプロペラ機しか撃ち落とせない艦対空ミサイルを、開発が完了したと宣言してしまったというのであるから呆れてしまうよね。階級は射程が 20km 前後とされていて RIM116 よりも長いんだけど、実はこの射程距離では近年の超音速ミサイルを迎撃することができないんだ。え、何のために開発したの？おもちゃかな？アメリカ軍ではこのような対艦ミサイルの高速化に対応するために、護艦防衛用対空ミサイルの射程を最大 50km にまで伸ばした RIM162ESSM8.0 型シースパローが開発されていて、日本でも日向型や汎用型護衛艦に搭載されているんだ。また、中国においても H96 という射程 40km の中距離艦対空ミサイルを054型 A フリゲートなどに搭載しており、韓国の階級はもはや時代遅れの近接防御ミサイルであり、韓国海軍は国産化にこだわるあまり防空能力を向上させずに低下させてしまったと言えるね。さらに、韓国は、海上自衛隊のイズム型護衛艦の空母化に刺激を受けて、3万トン級の軽空母を建造するとしていて、ロクトとマラドを運用することでノウハウをストップするというぜ。そのために F-35B の導入を決めてその準備を進めているんだが、このことでこの隣国は頭の痛い問題を抱えているんだよな。そうそう、F-35 については一定の飛行時間ごとエンジンのオーバーホールなどの大規模なメンテナンスが必要となるんだけど、これを実施できるのはアメリカのフォートワース、イタリアのカーメリ、日本の名古屋、オーストラリアのウィリアムズタウンに設置された国際整備拠点 MRO&U に機体を持ち込むしかないんだ。日本では名古屋の三菱重工業の FACOF35 組み立て工場に設置されているんだけど、韓国軍が日本の拠点利用についてアメリカや日本からのオファーがないと抗議を申し立てたというよ。本来ならば韓国側からの依頼によって日本側が受諾するのが筋であるのだが、韓国は例の徴用工問題で三菱を相手取って賠償請求しているためにそれができないんだろうね。散々日本や三菱を攻撃してしまい頼めなくなった上に、自分たちの攻撃によって何か仕返しをされるに違いないとの疑心暗鬼に陥った挙句に、整備させてくださいと日本から頼めというのであるから困ったもんだぜ。やってること全部空回りしちゃってるよね。このままの状況が続けば韓国は、F-35 のメンテナンスをオーストラリアで行わなければならず、機体を運ぶのに際してドクトやマラドを航空機輸送艦として運用することになり、F-35 の運用に支障をきたすだけでなく、膨大な経費がかかることだろうね。ここ最近、韓国の司法によって徴用工問題の賠償を認めない判決が出始めているのは、このことを解決しようと日本のご機嫌を取ろうとしているのかもしれないな。しかしながら、東京オリンピックの選手村において反日の横断幕を垂らし、禁止されている政治活動を展開する様子を見れば、この隣国に対しては同情する余地などどこにもないだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。みんないつも動画を楽しみにしてくれて、ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴ糖。ありがとうね。アザーアース。ありがとう、オリゴ糖。
ありがとうね。アザーアース、ありがとう、オリゴ糖。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 